佐野鹿十郎は、安土桃山時代、江戸時代の剣閣。薩摩藩士佐野盾脇の慈子。慶長13年、島津家久の琉球征伐の時、軍令に背いて追放され、肥後熊本の熊見川沿岸で漁業を営んでいたところ、そこに熊本藩の剣道師藩、うっきた伝いご門の妻と娘がそこに花見に来て、 悪巻に苦しめられていたのを救ったことなどが縁となって、浮田方の触覚となった。浮田には、民十郎、民之助という西がいて、浮田の弟子の立花モンドは、浮田の娘に恋文を送って破門されたのを恨み、犯行の包蔵の刀を盗んで、民、十郎のせいにして、民十郎は追放され、浮田は平門となった。時に、主人の家に、 大立七郎左衛門という八重垣流の剣客がいて、その手並みを犯行に見せて死を求めていたが、適当な相手がいないため、特に平門中の浮田に命じて、大立と試合をさせたところ、浮田が勝った。門戸、大立はこれを恨み、その夜、浮田方を襲って、浮田を殺した。浮田は、か重郎を、娘の婿とするよう、仇討ちの加勢をするよう遺言した。 加十郎は、タミノスケと共に敵討ちに出て、タミノスケは、大ーで、大ーのために帰り討ちにあったが、寛永9年、ついに、越前福井で、大ーを、民十郎と共に討ち取り、かつ、宝蔵の刀を、大ーの家から取り返し、冤罪を晴らした。後、熊本藩に仕え、八百石を漁したが、薩摩港が説にこうて、加十郎を召喚した。ありがとうございます。